はい、皆さんこんにちは、ちでございます。上皇さんで三国志13ですね、やっていきたいと思います。昨日はどうもライブありがとうございました。中身は三国志14でしたけど、いかがでしたでしょうか。ですね、実はあの後私ね、三国志14をね、もうね前日にたらふくネタの返上するぐらいやっちゃいましたけど、いやー難しいですね、本当に。もうなかなか大変です。大変というかね、もう 2,3 回やり直しますね。もうなんかね、あとね、まあ、ちょっと重要な話して申し訳ないんですけど、調査でやってた孫権さん、もう調査みたいな田舎ではね、もう全然収益が上がらないっていうのが分かりました。ですからその後曹操さんでやったらすごい収益がね、いいんですよ、収益率が、収支が良くてね、いいんですけどね、まだコツがつかめてないですね。もうボッコボコにされちゃいましたね。で、まあその後も別のことでやったりとか、まあ今はね、その必勝方法をまあ探す、まあ従来のねパターンですけども、そうですね、三国志13はね、私結構後発でやったのでね、皆さんに教えていただいたりしたっていうのがあったんですけど、今回はもう発売とほぼ同時に買っちゃったんでね、それもなかなかできなそうにないのときっとこれ私ね、不定期枠でもなかなかできないと思いますねコツつかむで時間かかりそうです。さあ、では13の方やっていきたいと思います。久しぶりに13や、なんかこの画面が久しぶりに見えますね。もう CPU 版も静か、もう快適たらやらしないという感じですけどね。で、そうだ、あのね、コメントでいただいたんですけども、せっかく上皇さんだしね、一騎打ち、このバンブフとなって一騎打ちにね、やってみたらいかがですかっていうような感じのお話いただきました。あ、それいいねと、私ちょっと今思ってるんですよ。ですから、これ武人のこのバンブフとなって、あら勝利回数、あ、戦闘勝利回数が足んないのか。これにちょっとなろうかなと今思ってますね。あら、円が空いてる。なんで空いてんの、取られちゃったここ。属出ちゃったかななんで空いてるのか分かんないですけど。ですから、ちょっとバンブフとなろうかなと、ちょうどね、孫権さんとやり合っちゃってんで、うわ、いっぱいやり合っちゃってね、ちょっとここまで遠征してようかなと思っちゃったりもしてます。さあ、今私は何しにどこまで、どこに何しに何とやらですかね。まあ、とりあえず、帰りますか。勢力だとってどこ？ああ、孫権さんか。まあ、だからとりあえず帰りましょうかね。ちょっとね、まあ、指が覚えてるんですけど、あ、ホートコさんが調査攻撃を開始しましたね。私、短期で突っ込もうかな。あ、短期じゃないね。一部隊で突っ込んでいっちゃおうかな。あ、神さん、そうだ、ちょうど神さん言うからね。じゃあ、出陣しましょう。どこに向かいますか？とりあえずね、ここもう私行くまでに落ち、ああ、もう落ちるわ。これ何してんだろうね、この二人。こんなのもう終わるべき、終わるわ、もうこれなの。こんなのもうダメだ。じゃあ、とりあえずね、武陵まで行きましょうか。あ、しまった。その前に私、あれ変えよう。まだ完了だもんね。まあ、お金はもういいかな。あ、巨海もなれるじゃない。あ、よ。でも、巨海、調査回数1回か。さっき、巨海にもなりたいけどね。巨海にもなりたいね。兵が減ったら巨海になるとすごい楽なんですけど。あー、でもいいか。巨海になっちゃうとあれだもんね。巨海になっちゃうともう巨海ずっとしちゃいそうだから。とりあえず、達人になっておきましょうか。達人になったら、あ、勇士持ってないんですよね。勇士あった方がいいんですよね、これね。はい。
ああ、13だともう結構分かりきってるからすごいストレスないね。14むちゃくちゃストレスあるんですよね。もうあれほんとね、あのね、今簡単にやった感じの感触ではね、短期で大兵力に出たらダメだね。少ない数でたまに出た方がいいね、武将ね。そんな感じがしますね。もう私ね、もうプライドもなぎうっちゃったから今ね、今、初級でやってます。難易度。もうそこまでもう我にすがるつもり、我もすがる思いでございますね。さあ、行きましょう、出陣で。とりあえず。じゃあ、私だけ出ていきましょうか。あとは皆さんと組みましょうか。あ、上皇さんもいいけどね。もう、やっぱこの2人が凄まじいんでね。ちょっともう1人のね、こっちの誰だっけ。女英さんのね、娘さんだったかな。娘さんはね、ちょっと、まあいいとしましょう。もうあと、あ、いや、違うよ。とりあえず兵がね、4万でしょ。私、歩兵器あるもんね。私、兵力最大で2万2500。うわ、2部隊作れるね。だけど一応本体置いとくか。おやー？あ、ちょっと待って。あ、そっか。あら？うちのかみさんはもう一人いない。あ、いた、これか。えらい離れてんね。さあ、じゃあこれでいきましょう。うわー、あ、でも300しか行ってないね。300しか行ってないのと、あ、思ったよりつかないね。ボーナスポイントが。これ、りょうもさん入れた方がつくのかな？りょうもさん入れたらどうなんだろう。りょうもさんの方がつくね。あ、りょうもさんの方がつく。水蓮がつくんだ。あ、でもりょうもさんまだ持ってないね。りょうもさんね。孫権さんだったら水蓮があった方がいいと思うんですけど、でもまあこれでいっちゃいましょう。せっかく。ね。昼ドラマしちゃいましょう。まあ、こんなんで昼ドラマになるかどうかわかんないですけど、やっぱ透析機だね。私はもう透析機大好きになっちゃったからね。じゃあ行きましょうか。ああ、勝手知ったるあれだからすごいやりやすい。はい、各園さんが新種によって、トービンさん？トータクさん？あ、トータクさんだね。あ、そっか、チョーンさん、ならば、チョーリョさんがいたんだ。誰？純一さん？あ、違うね。あ、この人誰だっけ？あ、ソヒさんだ。ソヒさんだったら、チントさんなんかいいかもわかんないね。あ、でも待てよ。大井さん、58日だったね。大井さんの方がいいね。あ、56日か。大井さんで行っちゃおう。で、行きましょう。やっぱ騎馬早いね。はい、呂布さんが調査均衡、ラコーデと。もうですからこれ、おそらく、コメントでいただいたんですけど、子供は200日で、出てくる。200日、200日じゃない、200日じゃない、200年で出てきそうなことを聞きましたんで。で、主寸さんの子なんでね。種で調べたら分かるんじゃないですかっていう、ご指摘いただきまして、ああ、なるほどっていう感じでね、まあ、200年までは持ちそうな感じがしますけどね、そんな感じです。まあ、炎章さんとは本当ね、チリチリ争う戦いになりそうな気がしますよ。はい、聖光園さん。よいしょ。調査も落ちるね、これ。もう時期落ちるね。これもう間違いなく落ちるでしょ。間に合ったこれ、孫権さん。あ、間に合ったね。ちょっと待って、孫権さん間に合ってんね。あ 後ろからとんでもないの行くわ。ああ、でもこれ倒せないんじゃない？おお。こっち行っちゃおうか。はい、13の破壊を開始しました。ああ、もう1部隊もらおうかな。どうしましょうか。もう1部隊もらっちゃおうかな。私は戦闘回数が足んないって言われてもね。
よし、輪行の城塞を破壊したぞと。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どうしようかな。もう一部隊呼んじゃおうかな。別のとこから呼ん、おお、いいのいるけ。あ、でもここ前線だね。あ、閣下さんか。あ、でもそれだったらここの方がいいんじゃない？利権さんね。もう一部隊呼んじゃおう。あ、でもそれだったらここの方がいいか。武将微妙だね。あら、微妙だわ、これ。利権さんがいたらね、だいぶ違う。ああ、ここの方がいいね。出陣しましょう。とりあえず A 山でね。で、私ここでちょっと士気回復していこうかな。許そうとか言うんでしょうね、これね。利権さん、あ、利権さんも少ないな。うわ、こら厳しいかな。あ、こら厳しそうだね。あ、でもまあ利権さんがね、何でもいい人だから、ちょっとでもこれパワー足らないね。小兵器でいきます。あ、小兵器作れないわ。清涼兵だね。これで出していきましょうか。あ、投石機ね。で、猛将にしときましょう。はっ、ご期待ある。あ、それと14の声ね、あれもうごっそり変わっちゃったね。ほんとね、私大好きなね、人がいなくなっちゃいました。人というかね、老人みたいなね。あ、そうだ、老人みたいな人2人って言い方変だけど2種類いなくなっちゃいましたね。新しいキャラクター作った時に思いました。声合わせれるんでね、その時に、あ、いないやっていうのが分かっちゃいましたね。ここは何？あ、兵糧庫か、ここ。じゃあここでちょっと、あ、もう行っちゃうんだね、直接。あ、リモさんが実績積みました。はい、海峡に民族発生と。獲物などはいいかなと。へへ、腕が鳴るぜと。はい、西洋の城塞を破壊したぞと。はい、長州勢が霊領へ攻撃を開始しました。もうでもこうなったら多勢に無勢だね、正直ね。あ、東白さんが負傷しました。で、はい、私行きましょう。はい、A は向かっちゃいましょう。で、あー、利権さん来るとき真っ赤かもわかんないね。あー、霊領落としました。早いな、ちょっと待ってね、これ。はい、長州さんが負傷しました。あ、頑張ったね、高順さん。気に臨んで変に応ず、おのおの肝に銘じよ。さあ、どうだかな。うわー、向こう高揚状態だね。ただもう攻撃してぶち抜いちゃいましょう。こっちはね、こっちはね、一度引くか。一度引いちゃいましょう。まだ8人だから利権さん入ってこれるね。私はちょっとちょうどここで合流しちゃいましょう。あ、何ちょっと待って、あ、もう張ってたのかそれ。ということは、あなた後ろから来ようか。で、あなたここ抜いちゃいましょう、一応念のためね。これはあれかな、加速するやつかな。見えない。あ、そうだね、機動人戦術だね。いや、もう何してんのこの人、本当にもこっちだよと。機動人戦術使う前に、そうだね、もう抜いてるから、あ、そうだね、抜いてるから私加速しよう。で、この3人だね。で、こっち行っちゃおう。で、何かいいの持ってませんか。あ、騎兵速攻陣持ってんの。騎兵速攻陣士気上がんない。士気上がんないんだね。でも騎兵速攻陣使うんだったら、まあ後にしときましょう。あ、分かれてきたね。どう、よし、
はい、優勝復活。おお、なんかすごいの使ったね。強風なんとかって出たね、今ね。で、あなたはここまで来たら、うわー、やっぱりおバカなこと言うんだ、これ。まあ、ここで、こうやってこうだね。ほんと、参っちゃう。この後500しかない。あ、5000あるわ、この人。5000あったら、こっち貸すべきだったね。これでやったら、ちょっとね、後ろ挟みましょうか。でね、あなたはこれとっととぶっ潰しちゃった方がいい気がするんですよね。あれ使っちゃったのかな。あ、いいね、いい感じです。さあ、じゃあね、こっち取っちゃいましょう。理関係兵撃封印、まあもうちょっと後だね。ちょっと下がりましょう。入っていったね。で、もう一度攻めましょう。であなたも上げたので、これでどういきましょうか。あ、すごい優柔不断になっちゃったね。で、理関係したら、あ、まだ早いね。理関係使うんだったらあっちで使っちゃおうと。後ろから挟んじゃいなさいよと。いや、私が挟んじゃおうか。そうだね、これがいいよね。で、なんか使ったら理関係引っ掛けましょう。あ、それでも私来ちゃった、さっき。あ、425も攻撃力があってね。我が大物、旅となれ。これ、天命か。戦は終わりだ。持ち場に戻れ。徐孔明の軍に乱れは許さんぞ。いい感じだわ、本当に。こっちもサクサクいくよ、本当。まあ、私の力じゃないけどね。はい、エイアンを制圧しました。あ、ベンさん、あ、ベンさん、こっち行ってたんだね。じゃあね、ちょっとお時間の方良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょう。徐光さんで三国志13終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。